はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、ストレスと脳科学ということで、特に前頭前野と呼ばれる部分のメカニズムとですね、そこから見えてくるストレスケアへのアプローチについて、リハビリとケアメの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずはじめにですね、近年言われてはいることなんですが、脳科学の進歩というのは大変著しくて、私たちが心で感じているというふうに思っているものは実は脳で感じているんだということが判明しています。で、その一つがですね、脳の大脳皮質と呼ばれる部分でして、さらにその中の前頭前野、前頭連合野とか前頭前皮質なんて呼ばれ方もするんですが、ここがですね、特に関連しているというふうに言われています。で、この前頭前野、ちょうど私たちのこのおでこのあたりにあるというふうに言われています。で、脳全体をコントロールしながら、例えば心情を察するとか、意欲を持ってこう頑張るとか、あるいは情報をこう分析して最善の行動を選択するなんて、人の例えば自我ですとか理性とか社会性、人間らしさ、思いやりの心なんていうものを司る、いわゆる脳のマネージャーという言い方ができます。そしてこの前頭前野の働きは、その内部の特定の部位に作用する神経伝達物質が実は大きな影響を与えているというものが知られてまして、特にストレスに関連が深いものとしては、ノルアドレナリンというものがあります。ノルアドレナリンとは何かというと、例えば不安ですとか緊張ですとか恐怖を、これ言ってみれば外部からの不快な刺激なんですが、これを感じた際に、例えば瞬時にこう情報を分析をして、それからこれまでの経験と照らし合わせて最善の行動を選択する、なんていわゆる危機管理と呼ばれるものを司るところです。で、これが分泌されると、その準備とか対応として体にもいろんな反応が現れて、例えば心拍数が増加したり、血圧がこう上昇したりですとか、気管が拡張するとか、瞳孔が拡大するなんていうものが現れますので、ぜひこの点をですね、参考にしていただけると幸いです。で、この点を踏まえた上で、ここからはどのようにストレスが前頭前野にですね、影響を与えて、じゃあどういうふうにストレスケアを目指すのかというところをですね、解説をさせていただきます。で、じゃあ人がまずストレスを感じた時に、ノルアドレナリンが分泌されるんですが、ところがストレスフルな状態、ストレスが過剰にある状態で、ノルアドレナリンがさらに分泌をされると、体を調整する自律神経というものが乱れを引き起こしてしまって、例えば動悸ですとかめまいですとか頭痛、筋肉痛なんていうものが発生してしまいます。で、これ言ってみれば体に大変不快な状態ですので、これをその場刺激の快刺激とか、いわゆる現実逃避、いわゆる俗に言うストレス、発散とかストレス解消法によって、これを解消しようとすることで、結果アルコールですとかタバコですとかギャンブルですとか買い物、ゲームなんていわゆる依存症と言われるものを引き起こしてしまったり、もう一つ、もっと今問題になっているのは、自分の現実を受け入れられなくなってしまって、これで他者を過剰に批判したりですとか、悪口をこう SNS に上げるなんていわゆる誹謗中傷なんていう行為に人を向かわせてしまうということがあります。こうなってしまうと、前頭前野の働きというのが弱くなってしまいますので、これは理性的ですとか社会的な人間らしい行動を奪ってしまって、結果健康や暮らしへの支障が出てきてしまうというところがあります。で、その対策として、ノルアドレナリンと同じく神経伝達物質の一つであるセロトニンというものの働きを高めることが効果的だというふうに言われています。じゃあセロトニンとは何か、別名幸せホルモンなんていう方も最近はされます。神経伝達物質のこうバランスを整えて、心情を察するのと、いわゆる心の安定ですとか平常心というものを司るところです。で、このセロトニン活性化させるには主に3つありまして、1つは日光を浴びることです。特に朝日を浴びることがいいというふうに言われています。これで睡眠の質も高まります。2番目はリズム運動、例えばウォーキングですとかランニングとかダンスとかサイクリングなんていうものがあるんですが、これに加えて実は意識して深呼吸を行ったり、よく噛んだり、それから背筋を伸ばすなんていうことも実はこのリズム運動に含まれます。それから最後、グルーミングと言いまして、人と人との触れ合いのことを言います。
もちろん直接触れることのスキンシップでもいいんですが、親しい人とのコミュニケーションを取るということもこのグルーミングであって、これも有効だというふうに言われておりますので、ぜひですね、このあたりを参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。